れたところで、最後、僕も震災の話、もっと聞きたかったんで、活躍がより分かってよかったです。まあ、やっぱ具体例があるとすごい想像しやすいっていうのがこのプレゼンでもすごい分かって、あとやっぱり図で表す日本地図とかでどういった航路を通っていったのとかも、やはりそういった見やすい図で表すと分かりやすいっていうふうなものが分かりました。まず3人がそれぞれ発表するということを選んできたことがすごいアイデアだなと思いました。それぞれのキャラに合わせた内容をきちんと選んでもうすごい三段落ちだなと、もうそこに感動しました。内容も素晴らしかったですけど、でテクニックも素晴らしいですけど、もうその構成全体がすごいなと素直に感動しました。あ、いや本当にもうおじさん余計な口出ししない方がクオリティが上がるということになりました。どうもありがとうございました。もうありがとうしか浮かばないぐらいすごい。いいプレゼント。淡水に変換するのも瓦礫が多くてできなかったらしくて、なんか絶望したっていうか、なんかもう何もできないことに悔しいって、ただそれだけでおっしゃってました。いや、よくぞここを選んできたなと素晴らしいです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。